アルトドルフのマルクト広場にある、ウィリアムテル記念碑、1895年建設。ビルヘルムテル、ウィリアムテルは、14世紀初頭に、スイス中央部のウーリ州のアルトドルフに住んだとされる、伝説の英雄。彼の名が記された資料が見つかっていないため、実在性は証明されていないが、スイス人の6割はテルが実在の人物であると、信じている。彼はスイスのみならず、 世界的に有名で、日本でも弓の名手として知られている。日本では長らく英語名に基づいた表記、ウィリアムテルが使われており、他にドイツ語名に即した表記、ビルヘルムテルも用いられている。息子の頭上のリンゴを言おうとするテル、腰に予備の矢を携えている。当時ハプスブルク家は、神聖ローマ皇帝、アドルフの時代に強い自治権を獲得していた、ウーリの支配を強めようとしていた。 ヘルマン・ゲスラーは、その中央広場にボールを立てて、自身の帽子をかけ、その前を通る者は帽子に頭を下げてお辞儀するように、強制した。しかし、テルは帽子に頭を下げなかったために逮捕され、罰を受けることになった。ゲスラーは、クロスボウの名手であるテルが、テルの息子の頭の上に置いたリンゴを見事に射抜くことができれば、彼を自由の身にすると約束した。 テルは息子の頭の上のリンゴを矢でいるか、それとも死ぬかを選択することになった。1307年11月18日、テルはクロス棒から矢を放ち、一発で見事にリンゴを射抜いた。しかし、矢をもう一本持っていたことを咎められ、もし失敗したならば、この矢でお前を射抜いて殺してやろうと思っていたと答えた。ゲスラーはその言葉に怒り狂い、テルを連行する。しかし彼は、 ゲスラーの手を逃れ、その後ろ姿を喰らましつつ、ゲスラーを影から狙撃し射殺。街へ戻った、彼は英雄として迎えられ、この事件は反乱の唇を切り、スイスの独立に結びついた。スイスのゴフラン効果ウィリアムテルと言われている、スイス人はテルが好きである。テルやテルの息子は様々な絵やイラストになり、 スイスを象徴するモチーフとして使われることが多いが、実はそれだけではなく、矢の突き刺さったリンゴも同様にモチーフとして使われている。スイスの紙幣、硬貨、切手にも当然のように登場し、1918から1925年に発行された100スイスフラン紙幣や、その後発行された5フラン紙幣には、ウィリアムテルの肖像が描かれていたほか、1954年から、 発行された第五次銀行券の最高額面千フランの裏面には血模様に矢の突き刺さったリンゴが描かれている。また効果には1922年に五フラン銀貨が改定された時にその肖像が使われ現在も同じ図案であるが、この男性の肖像は髭を生やした紙幣の肖像とは異なり、髭のない顔で、これはテルではなく単なる羊飼いの男性だという説もある。 切手には長期にわたって、紙幣と同じ、テルの顔が、普通切手に使われていたし、テルの息子の肖像も、普通切手に登場している。また矢の突き刺さったリンゴも、児童福祉の事前切手に2回登場している。ギオームテルのフランス語の発音。ほぼメディア SL。2019年7月3日閲覧。2004年に620人が参加して行われた、リンクアンスティチューによる調査。では、 58%の回答者が実在の人物であると回答し、29%の回答者が伝説上の人物だと回答した。日本大百科全書の解説。コトバンク、2018年2月11日閲覧。昭和音楽大学オペラ研究所オペラ情報センター。ありがとうございます。